はい。静かですけど仮想通貨予報です。12月3日お昼前の推移になります。えー、ビットコイン、ビットフライヤーの現物ヒアシチャートからご覧いただきますが、あ,あんまり動きなしというところが、この週末からの動きですかね。えー、ただ今46万3501円というところでして、45万円割れると、か、ま、 それなりに買いが入ってくるのかなという感じが11月31月末と12月1日の動きですね一度45万円割れてまた戻されるという動きが続きましたでその後46万円台での推移が続いているような形でしょうかね一応一旦下げ止まったというところにはなるんでしょうけれどもえー、どうでしょうねまだ本格的な反発みたいなところはまだ見えない し、えー、もう一段下げてもおかしくもないっていう、そんなところですかね。まだ様子見が続いているような形なのかなと思われます。一時間足で、えぇ、ー、推移見ていきましょう。 そ日、11月30日のところですトンとちょっと落ちるような場面がありましてでそれを受けて45枚割れももう一度あったとで、雲を下抜けたっていうところもありましたが結局なんだかん12月1日の夜間に、えー、再び 47万円台ぐらいまで戻してきたんですか。で、47万円挟んだ形ですかね。ちょうど雲の上限挟んで、えー、上に行ったり、で下に突っ込んだりというところ、ただ雲の下抜きはしてなかったところですが、ちょっと薄くなったところで今、えー、加減のところにちょっと押し戻されているような形になりますんで、まあ、もう一度上抜き47万円台まで戻せれば、えー、それなりにしっかりしてくるのかなというところでしょうかね。 ここの急落からと見ると、ここの急落の、どうでしょう、高値、71万7706円。71万7706から安値が39万五5 6 0円。で、十二万六 6,146円。半年戻しが16万円ぐらい戻す感じですね。16万3,000円ぐらい戻す感じですから、55万5,000円ぐらいのところが半年戻しになります。この辺ですか。これ引いてしまえばいいですね。えっと、ここちょっとここから行きましょうか。急落のところから。で、一応、あんまり、 意味があるのかわかりませんけど、23.6%戻しは一旦達成しているぞと。で、38.2ぐらいですかね、目指すところは 16,。51万6147円。そのあたり、まあ、50万円の節目と、で、そこを抜けたら51万6147円。その辺を、えー、目指すような形になるのかなというところですかね。下ね、うーん、ま,あ、またちょっと40万円前半ぐらいまでは。 あるのかなっていうのはちょっと警戒しとかなきゃいけないところでしょうかね、目先。はい、であとは G20 とかもあったんですがあんまり反応なかったですね。マネーロンダリングの規制の方針とか出てましたけど、その仮想通貨を使ってマネーロンダリングを運なんていうところあります。話出てましたがあんまり、えー、マーケット的には反応なしですね。で、続いていいさちょっと戻りが ビットコインと比べると薄いかなというところ、1万3000円ちょうどですね、今。はい、えーっと、これも安いところ1万1098円でしたから、まあ、ちょっと戻したけれども、ん、他の通貨と比べるとやっぱり動きが鈍い、戻りが鈍いかな、ですね。ちょっと飽きないもう全然、本当になくなってきちゃいましたんで、その辺が心配なところですから、1時間足見ていきましょう。 1>, 1万3200円あたりを挟んだ感じなんですかね。1万3000円、ああ、そうか、今、1万3000円ちょっと割れてますが、1万3000円、1万千5 0円あたりのところが今、雲の加減なんですけど、ここがちょっと今、重たくなっちゃってる感じですかね。一応、今のところ、この雲を意識した動き、雲のお周辺を上下して、ちょっとどっちに行こうかなっていうところ、うーん。 気迷い感が結構出てるようなところだと思うんですが、トレンドがちょっとこう、こういう格好トレンドっていう形で、 見てあげるといいのかもちょっともうちょっと上というかあれかもしれないですけどねこういう感じかもしれないですけどよここが こんな感じでやると平行ですかね。うん、ちょっとこういう,こう格好トレンド、もうちょっと幅がありそうですけど、のところの、えーまあ、波を描きながら下がっている格好をしているっていうことなのかもしれないですんで、ちょっと、あんまりすごくここを抜けた、今すぐここを抜けたからっていう感じじゃないんでしょうけど、もうちょっとね、 ざっくりなラインだと思うんですけどこれぐらいかもしれないですしねちょっと、えー、上昇に向かうような場面が見たいなだからこの辺のだからポイントは30日とか90日この辺が上向いてくるといい形になってくるのかなというところでしょうか で、続いてリップル。まあ、そこがたいっちゃそこがたいんですが、えー、こちらも上昇一服とか反発一服というか、えー、あんまり反発力なくなってきてしまいました。41円17銭ですね。こちらビットバンクの冷やしチャートですが、えー、というところです。7日明日に抜けてしまいましたんで、うーん、ちょっと重たいかな。だか40円は結構意識されるところなんでしょうけど、やっぱり41円台と、 まで来てしまうと下に向かう力みたいなのがより強くなっちゃうかなっていうそんな感じはありますよね。どうしても40円割れをもう一度試しに行きたい形になってくるんでしょうし1時間足は結構もうあの持ち合い感が出てきちゃってますねこういう感じでしょうかね。 っていうところなんで、まあ、あのー、結構、時間足ベースでは、これ、どっちに抜けるかっていうのは重要なところかなと思うんですね。上に抜けたらしっかりだし、下に抜けるともう多分40円割れ、見えてくる。そんな感じになると思いますんで。で下ね、40円まあ割れるぐらいのところまであると見て、で、えー、と上はね、ナノカイド壁が今日は41円。 85銭。まあそこぐらいまで行きたい。42円台まで入れればいいなーっていうそんなところでしょうかね。はい、で続いてネームですが、ネームも今7日を割れてしまいました日移動割て、7階同壁終わって、8円58銭というところですね。えっ、ー、と、7階同壁が8円73銭ですので、豆、まあ、先はそこが、えー、ポイント。まあ、あの、もうちょっと上昇とりあえず続けて、7日がう 右肩下がり上がっていって、で、30日はもうちょっと右肩下がりになるんで、で、ここの間でもうちょっと持ち合う感じになるかなと思ってたんですが、そこまで戻す力もなかったのが、ちょっとネムは心配だなっていうところですかね。一応1時間足、ここの3時間で結構急、急、急落とまでは言わないですけど、随分下がってきたんですね。雲を一気に下抜けてしまったよっていうところ、何,何かあったのかもしれないですね、この9時。 時代あなんか大きな売りが出てここのちょっと下がったっていうことであれば、まあ、そこを売りこなしてしまえばあったらいいのかなという感じだと思いますんであと、まあ、8円42銭ですんでちょっともうちょっと下がってくると8円割れとか見えてきてしまいますね8円20銭とか30銭あたりになるとその辺が見えてくるところなのでまあもし8円台割る 場面が来て、そこでまた反発できるかどうかっていうところでしょうかね。上値、ね、目標は、まあ、とりあえずこの8円に71銭、7の階道平均リアルタイム71銭のところとか、えー、あとは9円台ですね、ちょうどね、そこが、えー、目標になってくるかなというところです。はい。以上、ごし、あ、コメントをいただいておりましたんで、そちらを、そちらを触れてお、きましょう。 富士山沖縄さん、いつも動画楽しみに見て勉強させていただいてます。ありがとうございます。えー、私が動画見ているとき、ビットコイン40万、リップル40円前後ということ、そんな時間帯で2日前にコメントいただいておりますが、そんな時間帯。で、えっ、ー、と、12月はビットコイン35万円前後、リップルは34円前後と予想してます。どう思いますかできれば上げてほしいですけど、それぐらいで、まあ、しっかり、 止まってるの、まあ、すでも35万、ビ,ビット多い35万、結構きついですかね。きついっていうのは、まあ、ああの、も、ロングの方はきついですよねっていう意味合いのきついですけど。うーん。40万円割れると、やっぱり、それなりに買いが入るんだなっていうのはちょっと思ったんですよね、単純にね。そうだもんで、ああ、そうかという感じの感触ではあるんですよ、最近。 それは全然いい,いいんですけど、それでね。<laughs> さあまあ、しっかり、まあ、安いところで買いに来る方々がいるんだなっていうのはちょっと思って。で、リップルはそうなんですよ。もうちょっと売られるかなと思ったら、意外と底堅いなっていう感じなんで、ね、34円前後。まあ、あり得るし、うん、もでも逆になんか、 上がってもおかしくないっていう、なんかよくわかんねえなっていうのがリップルなんですけどね。どっちかっていうと。はい、こんな感じであります。はい。コメントありがとうございます。以上、えー、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。